鼻の額の部分の折り方の説明をします。この鼻の下にあるここの部分ですね、これの折り方の説明をします。で、この普通の大きさの紙で折ったバラの花の大きさがこれ、つぼみの大きさなんですけど、これに対して、ここの大きさは、この4分の1の大きさ、この大きさで折ると、このサイズになります。で、この大きなやつで折ると、このぐらいのサイズになって大きすぎます。で、一辺が5センチのこの小さい折り紙で折ると、この大きさになります。これだと、こういう感じになります。で、小さいと見づらいので、今日は大きいサイズの折り紙で折っていきます。白い方を上にして、三角に半分に折ります。そして、もう一度三角に折ります。しっかりと折り筋をギュッとつけてください。そして、広げて、この間に指を入れ、このように折ります。で、綺麗に折るコツは、ここの部分をこう合わせて、指でしっかりと押さえ、真ん中をギューッと下まで一度押さえてから、ここをギュッと押さえると綺麗に折れます。反対側も同じようにします。ひっくり返して、一度向こう側に倒して折り筋をつけ、立てて、中に指を入れてから倒します。中に指を開いて、入れて、開いて、潰します。この時も、この上をしっかり押さえて、真ん中をスッと押さえてから、左右をしっかりと押さえます。そして、一度、向こう側にこのように筋を入れ直します。そして、この辺の真ん中に少し目印で筋をこうつけます。そして、この頂点とこの筋が合うように折ります。そして、右側をこの線に合わせて、こちら側に折ります。で、折り筋をギュッとつけてください。一度開きます。次は、ちょっと向きを変えて、今つけたこの筋に合わせて、このように折ります。こちらも、この筋に合わせて、このように折ります。そして、右側を先に倒して、左側を上にします。反対も同じようにします。この辺の真ん中に少し筋をつけて、目印をつけ、この頂点とこの目印合わせて折ります。そして、この線を真ん中にして、このように折ります。で、開いて、今つけた筋に合わせて折ります。ですね。そして、右側を倒し、左側を上にします。で、向きをぐるっと変えます。そして、この下のこの部分を、このここに合わせたこの辺めがけて、こう折って、ここが結構硬いので、こう爪を使いながら、キュッと折ってください。結構硬いです。
開き、こんな感じですね。で、今度は、ここ、このクロスしとる、ここの部分を目印に、向こう側に、ギュッと折ります。で、もう一度今度は折ったところを谷折りします。で、戻します。で、もう一度、戻します。そして、手前、向こう側っていう風にもう一度折り筋つけてから、このように持ちます。で、開いていきます。この部分、ここをしっかりギュッと持ってください。ギュッと持ったまま、もう片方の手で、この中に指を入れ、広げます。こんな感じで広げます。そして、この左右の部分を、こう、指で押しながら、こういう風に広げていきます。ここが全部ピンってなるまで広げます。そうすると、向こう側のは勝手に開いてくるので、とにかく手前を一度開いたら、左右をこう、ピンとなるまで開きます。そして、上から見たときに、ここに筋がついていますので、この筋に合わせて、こう四角を立てるように、立てるように形を整えていきます。そして、この4つの部分を外側に広げるようにします。これで完成です。で、この5センチ角、この大きさの折り紙で折った額がこれになるんですけども、これを、この外側に折ったこの部分に糊をつけて、糊をね、水糊をこうつけて、鼻の下のお好みの場所にこのようにつけると、額が完成です。例えば、このようなフラワー用ワイヤー、こういうワイヤーをこの額の中にこう通して、縫って伸ばして花束にすることもできます。これで額の折り方の説明を終わります。最後まで見ていただいてありがとうございました。